長、お話聞いて。ダナーちゃん、何か困りごとですか？棚の高いとこに手が届かないとか、洗濯物がうまく畳めないとかか？違う。私、左腕、変。左腕って、ダノアちゃんの能力、コーマ霊視の術を使う方の腕でしたよね。それが変って、どうなっちまったんだ？なんか、腕、重い。引っ張られる？引っ張られる？引っ張るようなもんは何もついてねえように見えるぞ。うん、見えない。でも、糸、引っ張られてる。糸ですか？ダノアちゃんの力に関わるような異常なんでしょうか？なんとかしてやりたいけどよ。オイラたち、ダノアの使う術にはあんまり詳しくないんだよな。ダノア自身も確か自分の術が何なのかよくわかんないんだろう？うん。何にも聞いてない。じゃあ、ダノアちゃん自身もどうすればいいのかわからないですよね。あら、団長さんたち、どうしたの？難しそうな顔しちゃって。あ、グレイさん、実は、ダノアちゃんの左腕が、なんだかおかしいみたいで。そうだ、姉さんって高齢術に詳しいよな。ちょっと話を聞いてくれよ。そうね、私もダナーちゃんの一族で使われている術については特別に詳しいわけではないのだけど、でも似たような話は他の高齢術でも聞いたことがあるわ。本当か？呼び寄せた死者が再び冥界に帰るとき、術者もまたそれに引きずられてしまう。そういうことって結構あるのよ。ほら、私も夫と子供が昇天しかかると引きずられてしまうでしょ。じゃあ、今ダノアちゃんの腕を引っ張っているのは冥界にいるお人形さんたちなんですか？その可能性が高いわね。そしておそらく、このまま放置すれば、ダナちゃんは冥界に連れて行かれてしまう。私、連れてかれる？あ、それ、大変じゃねえか！なんとかならねえのか？安心して、私の仮説が正しければ、対処法はあるわ。ダナちゃんが引っ張られているってことは、まだその糸はお人形さんたちとつながっている。ということは、逆にこちらから冥界の門を開く儀式をし、その糸を引っ張れば。ヘンゼル、グレーテル。
引っ張られて帰ってくる？ええ、お人形さんたちも帰ってくるし、ダヌアちゃんが冥界に引きずられることもなくなるでしょうね。いいこと尽くしじゃねえか。なら早くやろうぜ。危険が伴うことは覚悟してほしいわ。冥界の門を開くなんて本来軽々しくやることではないもの。最悪の場合、ダヌアちゃんや儀式に居合わせた人間まで冥界へ飲み込まれてしまう可能性もある。ええ、私にもできることがあれば遠慮なく言ってちょうだい。オイラたちはダヌアのことを信じるから、ダヌアもオイラたちを信じてくれよな。信じて。このままだと私まで冥界へ連れて行かれちゃう。せっかくみんなが私を守ってくれたのに、それを無駄にするのは嫌だ。でも門を開くことでもっと悪いことが起きるかもしれない。私だけじゃなくて、今度は団長たちまで巻き込んじゃったら。団長たちは私のこと信じてるって言ってくれたけど、どうしよう。エンジェル、グレーテル、パパ、ママ、お兄ちゃん。ダヌア、ダヌア、目を覚ましておくれ。パパ。ダヌア、愛しい我が娘、私たちの話を聞いてほしいの。ヘンゼルとクレーテルを呼び戻してあげてほしいんだ。よくお聞きだのは、お前と深い縁にしてつながった彼らは光る糸を目印に帰ってくる。大丈夫、心配しないで。
どうかあなたは糸を引いて彼らを導いてあげて。僕たちもヘンゼルとグレーテルを送り出すために力を貸すよ。だから心配いらない。僕たちはどこにいたってダヌアを見守っているからね。パパ、ママ、お兄ちゃん。ダノアちゃん大丈夫でしょうか？昨日はものすごく悩んでるみたいでしたけど。でもよ、なんか今日は随分吹っ切れてるみたいに見えるぜ。開くわ、冥界の門が。ヘンゼル、グレーテル、来て。糸が冥界の向こうとつながってます。よし、今のうちに急いで糸を引いちまおうぜ。死の匂いだわ。糸が手繰り寄せられるのを冥界の門が阻止しているのかしら。なんかゾッとするような気配だぜ。これまずいんじゃねえか。ええ、そうね。冥界は本来一度手に入れたものを決して離そうとはしない。このまま糸を手繰り込む前にダナちゃんが闇の手に囚われてしまったら。どんどん勢いが強くなってます。このままじゃダナちゃんが。
から出てくるやつの勢いが弱くなったぞ。それに、なんだか不思議な気配がします。ちょっと安心するような。私たちが冥界の力を抑える。今のうちにあの子たちを手繰り寄せるのよ。大丈夫、あともう少し。一体のお人形になってしまっているように見えるけれど、ちゃんと帰ってきた。おい、まずはどっちからだ。よし、右、左。ふぅ、ようやく手足の感覚が戻ってきた。グレーテル、そっちはどうだ？ヘンゼルのせいでちょっと動きが鈍いこと以外は完璧だぜ。一言余計だ。それに動きが鈍いなんて言ったらダノアが心配してしまうぞ。それもそうだ。おい、ダノア、何も問題ねえから安心しろよ。これからもずっと一緒だ。ダノア、腕が2本に減ってしまったからダノアの世話は半分しかできないが。大丈夫、これから私お世話。おいおい、聞いたかヘンゼル、これからはダノアが私たちの世話してくれんだってよ。ふむ、驚いた。我々がいない間にダノアは随分成長していたようだな。私頑張る。だからずっと一緒。ああ、もちろん。
うん、よし、できたよ、カシマール。ふんふん、ま、上出来なんじゃねえか。少しお邪魔してもいいだろうか。ダヌアが頼みがあるんだってよ。あ、ダヌアちゃんたち、いらっしゃい。どうしたの？あの、服、教えて。服？もしかして、お裁縫のことかな？珍しいな。どういう風の吹き回しだ？実は、ダヌアが我々に新しい服を作りたいと言っているんだ。私、お世話する。どうやらダヌアは、いろいろと私たちの世話がしたいらしいぜ。そうだ。しかし、ダヌアは裁縫の技術を知らないから。裁縫のうまいアンナに教えてもらいに来たんだよな。お前、前にヘンゼルの頭を直そうとしてくれただろ？アンナ、お願い。ダヌアちゃん。任せて。僕でよければ喜んで教えるよ。ありがとう、アンナ。その布で作るの？ああ、困ったことに。ダヌアの家に使えそうな布を探しに行ったんだが、ボロボロのものしかなかったんだ。あの家、ずいぶん放置されてるからな。まともな布はあんまり残ってなかったんだよ。そうだったんだ。どうせなら、ちゃんとした布で作りたいよね。でも、ない。だったら、町まで買いに行こうぜ。お買い物？ね、二人の服にできるような可愛い布を一緒に買いに行くのはどうかな？お買い物。ふむふむ、明暗だ。街は人が多いから少し心配だが。もさらに仲良くなるいい機会だしな。私行くわ。
よかった。じゃあ早速行こう。日が暮れる前に行かねえと危ねえからな。ダノアちゃんとアンナちゃんがお外に出るのが見えたんですよ。二人でお出かけなんて仲良しでいいですよね。そうだな。でもあいつら二人だけで町に行くなんて大丈夫なのか。まあ双子人形が一緒なんだから大丈夫だとは思うけどよ。一大事だ。どうか我々に協力をしてほしい。事態は急を要するんだ。お二人とも、なんでこんなところにいるんですか？ダノアと一緒に町へ行ったんじゃなかったのか？もちろん、そのつもりだった。それが、お留守番と言われて、置いて行かれてしまったんだ。ダノアがいねえと私たちは大した距離を移動できないし、追いかけられなくて困ってたんだ。お願いだ、我々を連れてダノアの後を追ってくれないか。私たちがいない状態でダノアが外に出るなんて初めてなんだよ。心配でたまらねえぜ。頼む団長。ダノアちゃんも何か考えがあって一人で行こうと思ったんでしょうけど。でもよ、こいつらが言うように心配なのは確かだよな。確かにダノアは自分一人の力で買い物したいんだもんな。分かったよ。危ないことがない限り手も口も出さねえって。
と頑張って。なんだか薄気味悪いとこに出ちゃったね。暗い人いない。あれ、こんなところにお店。綺麗な布だけど値が張りそう。妙に怪しい感じもするし、早く通り過ぎた方がいいかも。お嬢さん、いい目利きをしてるね。この店に並んでいるのはどれも当該から輸入した高級品さ。高級品、すごく綺麗。そうだね、お嬢さんが見ているのだとと、こんなもんかな。こんなに。そりゃそうさ、この島ではめったに出会えないような高級品なんだからね。この島でお買い物するのは諦めて、次の島でまた探そう。次の島。さてはお客さんたち、この島の人じゃないのかな？あの、僕たち、気空師で、この町に来たのは、ついさっきなんです。へえ、そいつは運がいいな。それなら話は別だ。お客さん、普段は店に出してない見切り品を出してやるよ。見切り品？こんな綺麗な布が？ああ、ちょっと訳ありで、普段来るようなお客さんには出してないんだよ。でも、島の外からせっかく来てくれたんだから、サービスしてやろうと思ってね。値段はそうだな。こんなもんでどうだい？見切り品とはいえ、これは安すぎるような。ダヌアちゃん、なんだか怪しいよ、このお店。お嬢さん、この布地は何のために買うんだい？
へえ、服を作ってあげるのか。そりゃあお人形さんもさぞ喜ぶだろうね。大事なお人形さんの服なら、とびきりいい布を使って作ってあげないと。ヘンゼル、グレーテル、喜んでほしい。毎度どうも。大事なお人形さんに持って帰れるといいね。そうだ、服を作るには糸も必要だろ。この道を抜けた先の道具屋にこの布に合うような色の糸が売っているよ。ぜひ行ってみるといい。きっと店主も歓迎してくれるよ。ありがとう。ああ、いらっしゃいま。それは？これは？ようやく見つけたぞ。この盗っ人が！いいや、間違いない。この布は3日前にうちの店から盗まれたやつだ。この柄はな、俺の娘が作った一点物の柄なんだよ。見間違えるはずもない。憲兵に盗んだ人間を指名手配してもらってたが、まさか自分から来るとはな。盗っ人が逃げる前に早く憲兵を呼んでくるんだ。どうしよう、どうしよう。お店の人全然私たちの話を聞いてくれない。このまま捕まえちゃう。いっそ一度逃げて団長たちに助けを。違う、僕たち本当に盗んだりなんてしてない。ふむふむ。
ああやばい、大ピンチとダヌアは言っている。グレーテル、ピンチだぞ。バカ野郎、そんなの言われなくてもわかるよ。ヘンゼル、どう切り抜ける？どうと言われても逃げるしかなかろう。団長と初めて会った時も私何も言えなくて逃げるしかできなかった。でもいつまでも伝わらないって諦めて逃げてばっかりじゃダメだ。私絶対そんなことしない。この布、ウラロジ買った。私たち知らなくて、だから売った人犯人。この布に合う糸があるからこのお店に行ってみろってその人に言われて、それに僕たちが盗っ人ならわざわざこのお店に戻ってきたりしないよ。確かにわざわざ盗品をうちの店に持ってくるのは不自然だとは思うけれど、がしょっぴかれるところを見物してやろうと思ったのによ。こうなったらとっととどんずらして。くそ、こうなったらお前にどいてもらうしかねえようだな。逃がさない。どけ。ダヌアを傷つけようとはいい度胸だな。ひき肉くらいギッタンギッタンにしてやるぜ。さあ覚悟しろ。ダヌアちゃん、僕も手伝うよ。私許さない。
準備は万端だな。やっちまうぞ。だが一点物だと知らずに盗んだうちの布のせいで足がついたことに気がつき焦ったらしい。だから君たちにその布を売り渡してうちの店に行かせ罪をなすりつけようとしたようだよ。盗みだけじゃなくてダノアたちに罪まで押し付けるなんて、まったくとんでもない野郎だぜ。でもダノアちゃんたちが頑張ったおかげで捕まえられたんだからよかったです。よかった。ダノアちゃんが真っ先に飛び出してくれたおかげだよ。本当にありがとう。君たちを疑ってしまって申し訳なかったね。いやいや、君たちが一生懸命訴えかけてくれたからだよ。こんなものでお詫びになるかはわからないけど、うちの店の商品好きなだけ持って行っておくれよ。ないかな。ダヌアちゃんが二人を置いて外に出るの初めてだったみたいだし。アンナも頼りねえところはあるしな。その僕もあまり街に慣れてたわけじゃないし。そんなことはない。アンナが同行者として信頼できないわけではないぞ。ダノアのことだって信じてないわけじゃねえよ。
ダヌア、すまない。心配が過ぎてダヌアの意思を無視してしまって。悪かったよ。これからは私たちももうちょっと目を離せるように頑張るからさ。許してくれダヌア。でも二人いてくれて私助かった。だから仲直り。ダヌアちゃん、ご機嫌が戻ってよかったですね。やれやれ、なんとか丸く収まってよかったぜ。それにしてもダヌアもずいぶん他の奴らと話せるようになってたんだな。あの道具屋の店主にもちゃんと話し合いで信じてもらおうとしたんだろう。そうですね、いっぱい褒めてあげないと。思い切りダヌアを撫でてやってくれ。